こんにちは、デリッシュキッチンです。フライパンちぎりパンを作りましょう。ボウルに薄力粉 150g、 砂糖大さじ1、塩小さじ1/3、ベーキングパウダー小さじ1/3、加糖ヨーグルト 75g、 サラダ油大さじ1を入れ、全体がまとまるまで混ぜます。板の上に出しましょう。滑らかになるまで手でこねます。この生地を6等分にし、それぞれ丸めましょう。フライパンにサラダ油適量を薄く引きます。生地を並べ、蓋をしてごく弱火で15分焼きましょう。蓋を取り裏返します。再び蓋をしてさらに15分焼いたら完成です。毎日のテーブルパンにもぴったりですね。以上、デリッシュキッチンでした。